山本周五郎作、横笛、一。秘策があるのです。これならばという策があるんです。平山平助は、眠つけるように目を光らせ、膝で、にじじ出ながら、声を潜めていった。聞くだけは聞こう。なんだ。大橋純造、突庵はいつものむっとした顔で、相手の目を見ずにそう答えた。それはまるで、心の動いていない人のようである。平助は潜めた声に力を入れて言った。我々が安藤格郎をやると同時に、多賀や小高の同志が筑波山に本陣を据えて、水戸勇気の兵を集めて、旗をあげるんです。それで秘策というのは、恐れ多いことですが、ただいま輪王寺宮が日光におわすのをご存知でしょう。御座周りにはさして人もおりません。ですから宮家を迎え奉って挙兵すれば、おそらくこれに弓を引く者はなしと信じています。いけない。それは謀策も甚だしい。どうして謀策ですか。反問しながら平助は不意に眉を潜めた。一間置いた向こうの部屋で、しきりに横笛の音がしている。こちらの密談の重要さも知らぬ風で、時々笑ったり話したりしながら、同じところを繰り返し吹いているのが、やかましいばかりでなく、こちらとは逆にのんびりとした遠慮のない様に思えて、平助はさっきから勘に触ってならないのだった。何事もなく、宮を迎え奉ることができればよい。しかし、御座を守護する者がそれを拒むのは分かりきったことだ。その時、力を持って迎え奉るとすれば、不敬の名を被る。はじめに名を失ってことが行えると思うか。根本が大義に存する限り、一時の名の特質は問題ではないでしょう。そういう考え方を謀というのだ。しかし今それを論じていてもしようがない。私は不賛成だ。まだその時期ではないと思う。それよりも、純蔵は少し身をかがめるようにした。実は数日前に岡田信吾が松本喜太郎と一緒に来た。そして一橋行部卿義信を動かしてことを図ろうという。その話は聞いています。けれども、いや、いろんなあるのはわかっている。だが、幕府の真ん中から行部卿を動かすことができるとすれば、名分はもとより諸国への影響力は非常なものだ。成否は別として、やるだけやってみる価値はある。幸い、一橋家の山本重三郎というものが知己だから、天章を書いた。二人はすぐに一橋家へ行ったはずだし、もうその結果を知らせに来る頃だ。いずれにもせよ、今の話はその結果が分かってからにしたらどうか。平助はじっと口をつぐみ、長いこと物も言わずに座っていたが、やがて、ではみんなにその旨を伝えてみます。と言って自供した。安政の大獄から4年、大老、井伊直弼が桜田の変に死んでから2年、王政復古、攘夷、倒幕の機運は次第に熟して、志ある人々は至るところで挙兵の企てを急ぎつつある時だった。大橋純蔵の周囲にも、宇都宮藩士を中心にして、ことを図る者が少なくない。純蔵は時期至らずとして、某卿
戒める一方、密かに京都と連絡を取り、朝命を拝して大事を決行すべく密計を進めていた。しかし、決起の青年たちはそういう遠大な計画よりも現実にもう何事かをなさずにいられなくなっていた。そして純蔵もその全部を抑えきれなくなり、岡田信吾、松本喜太郎らの一橋、義信を引き出すという策に一味の助力をせざるを得なかったのである。すなわち、義信の近衆番、山本重三郎はかねて知己でもあり、志を同従する人物でもあったから、義信への終戦を依頼する天書を書いて、信吾らに与えたのだ。万に一つも、行部卿が動けば、それはそれとして、軽からぬ意義があるだろう。彼はそう考えていたのである。お客様は、もうお帰りでございますか？妻の牧子が静かに入ってきた。シルク餅でも差し上げようと存じまして、今、作りかけていたところでございますのに。笛を吹きながら、餅焼きか？無論、皮肉ではないが、純蔵の彰子には、どこかしら、棘があった。牧子は、気がつかないのか、気がついても知らぬ顔をしているのか、四十に近い年とは見えぬ、艶やかな表に、ほのぼのとした柔らかな微笑を浮かべながら、いいえ、支度は、梅がしております、とこともなげに答えた。あまりに素直な、悪く言えば神経が鈍いとも思える、妻の様子に慣れてはいながら、純蔵は珍しく言葉を尖らせた。笛の稽古も良いが、来客の時は少し遠慮してもらえないか。客によっては、重要な話もあるし、そうでなくとも、あまり気楽すぎるようで、聞き苦しくなる。二、それは申し訳のないことでございました。牧子はちょっと目を伏せた。お耳障りになろうとはつい存じませんでしたので、以後はよく気をつけます。おとなしく、わびたことはわびたけれど、伏せた目を上げると、もういつもの穏やかな、何事もない笑顔に戻っていた。そして、もうしるこ餅ができたろうから、召し上がるなら持って参りましょうか、と言った。いや、私は欲しくない。彼は無然として目を背け、人間の育ちが違うのだ、ということを改めて思い返した。それは、これまでにもしばしば感じたことだった。純蔵は、神津の国群馬郡の生まれで、父は清水赤城という貧しい兵学者だった。彼は幼い時から学才に恵まれ、長じて佐藤一歳の門に学んだが、そこでも抜きんでて頭角を現し、26歳の時、望まれて大橋丹那の養子となった。牧子はすなわち丹那の娘である。大橋家は富豪としてなお高かったし、純蔵の才分をよく理解していたから、日本橋、村松町に大きな塾を建て、そこを夫妻の住まいともして与えた。以来20年、彼は宇都宮戸田家に招かれて、その伴女となり、すでに押しも押されもせぬ天下の学者だった。純蔵が妻の牧子と自分との育ちの違いに気づいたのは結婚して間もなくのことだった。
彼が貧しい兵学者の子であるのに対して、牧子は世の風雪から遠い、不可の真相に成長した。体つきも顔立ちも、おっとりと、たおやかだし、いつまで経っても、娘のように汚れのない、明るく、暖かな素直な性質を持っていた。それだけでも、どちらかというと、激しい気質の、純造とは対極的だった。他にいちいち例を挙げるまでもない、過剰さ半、目に見えぬところに差が感じられた。私の仕事には、口を出さぬように。はじめにそういったことはそのまま、固く守られてきた。夫を信じきり、素直にその言いつけを守るのではあろう。それは間違いではないのだが、しかしあまりにさっぱりとしすぎて、鈍感のようにさえ思える。すべてがそうだった。結局はこれでいいのだ。そうは考えるものの、時には積極的に夫の支えになろうとする気持ちも欲しいと思う。もちろん常にはそんなことを考える暇もなかったけれど、純造は勤労上位を主張しだしてから、同志の人々の出入りが多くなったので、この向島孔明姉妹を移した。するとその頃から妻の牧子は横笛を習い始め、三条家の流れを組むという老人が通ってきては稽古をつけた。今さら何を気まぐれな。むしろ苦々しく思っていると半年ほどして師匠を断ってしまった。勘が悪いと見えていつまでしても一の曲が上がらないのである。それからは一人で譜を頼りに稽古をしていた。それがよくも飽きないものだと感心するほど、いつも同じ曲ばかり吹く。この頃では純造は慣れてしまったが、洋談を持ってくる同志の人々には、耳障りになる場合が時々ある。若い自分ならともかく、もう小言を言う年でもないし、そのうちには自分で気がつくであろうと捨てておいたが、とうとう今日は言わずにいられなかったのであった。笛も良いから稽古をするなら、やはり師匠についたらどうか。純造はふと妻へ振り返って、何事でも芸は一人合点ではならぬものだ。日を決めてこちらから通ってみるがいい。でも、私のはほんの慰みでございますから。牧子はそう言って笑い、檻から門に人の訪れる声がしたので、自分の部屋へ立って行った。小梅にあるこの住まいには、若い門人の林徳造一人だけいて、客の取り次ぎや書斎の用を務めている。牧子が去ると入れ替わりに入ってきた徳造は、大庭貞雄殿からお使いです、と取り次いだ。大庭貞雄は主家、宇都宮藩の要人の一人である。何事だろう。藩邸からの用事は、大抵、村松町の塾の方へ来る試しだった。何か急用でもあるかとすぐに使者と会った。事務について、お尋ね申したいことがございますそうで、拙者とご同道をくださるようにと申しつかって参りました。御用の司祭は、お分かりであろうか。事務についてとだけ受けたまわっております。何事だろうと考えてみたが、見当がつかなかった。しかし、主家からの迎えなので、純造はすぐに支度を直し、下僕の藤吉を連れて使者と共に藩邸へ出かけていった。
一刻ほどすると、しかし、下僕だけ帰ってきた。大切な御用ができまして、三四日お屋敷にお泊まりなさるとのことでござります。そう聞いて牧子は、どうしてかさっと顔色を変えた。三、しまった。純蔵は、はがみをした。どれほど悔やんでも、悔やみ足らなかった。油断といえば、油断であるが、まさかそんな罠があろうとは思えなかったのだ。藩邸へ上がって、大場に会うと、そこで幕府、大目付の者に引き合わせられた。そしてそのまますぐに、降院されたのである。原因は、岡田信吾らに与えた一橋家への転書だった。すなわち、山本重三郎が変身して、訴え出たのだ。けれど純蔵がしまったと、はがみをしたのは、そのことだけではない。自分の一心に関する限り、その覚悟はできていた。一死を兼ねて、気しているところだ。しかしその時は全く不意をつかれたので家の中の始末がしてなかった。京都をはじめ書家の同士と往復した文書が手つかず書斎に置いてある。もしもそれが幕吏に押収されるとすれば、いかなる方面へいかなる害が及ぶかもしれないのだ。村松町の塾の方なら、門人も多いし、誰か素早く始末をする希望もあるが、小梅の家には徳蔵一人だし、妻は元より、維持には常々無関係だから、純蔵でさえ思い設けぬ出来事に気づくはずはない。万事、窮した。彼は己の五体を寸断したいような気持ちだった。そしてただ天佑を祈るほかに何の術もなかったのである。審問に当たったのは町奉行黒川備中の守森康だった。そこで山本重三郎の返信をしたのである。純蔵はそれに対して岡本、松本らは門人であるし、たっての恋だから転書は書いた。しかし彼らが行部卿へいかなる上書を持参したか、自分は全く知らないと答えた。尋問はたびたび繰り返されたが、能弁で聞こえた彼には珍しく、反駁もせず、教弁もしなかった。ただ言葉少なに、同じことを答え通した。だが、今に押収された文書を突きつけられるであろう。今日か、明日か。心では今にもその時の来るのを覚悟しながら、彼はあくまで隙のない平静な態度を崩さなかった。すると間もなく、どうしたことか審問が、打ち切りとなり、彼は戸田家の藩邸へ下げられて、邸内禁錮となった。どうするつもりだろう。嫌疑が解けたのだろうか。彼は一応そう思った。しかし、そんなに単純に済ませるくらいなら、初めから降院などという手段は取らなかったはずである。何か関係があるのだ。油断はできぬ。そうも考えたので、なお心を引き締めていた。藩邸へ移されてから30日ほど経った、ある夜のこと。もうかなり更けた時刻に、牢舎の戸をそっと叩く者があった。椋本でございます。という。純蔵は思わず、闇の中を手探りですり寄った。椋本、
八太郎は門人の中でも腹心の一人だった。どうしてここへ来られた？その方は一人か？ここには私一人です。マセ様のお計らいで、今宵ようやく望みが叶いました。マセ和田優は、藩の老職で、純蔵とはかねて実婚の間柄である。その手引きならと少しは安心することができた。ムクモトはささやくような声で、まず坂下門の変を告げた。正月15日に平山平助らが、閣老安藤対馬の神信政を襲い、失敗して同志七人その場に死んだ事件である。純蔵は聞きながら、息苦しくなった。まるで失敗だったのか。背を人たちだけやったそうです。平山も、切り死にか。最後に会ったとき、時期を待てと言ったら、いかにも不服そうに、むっとして帰っていった。あの折の平助の顔を、思い浮かべながら、純蔵は安然とした。しかし、先生のお体は大丈夫かと思います。ムクモトは続けた。塾へも、小梅のお住まいへも、ばくりの手入れがありました。また、奥様も両三度ほど、奉行所で尋問をお受けになったようですが、今はお住まいにご無事でおいでです。詳しいことはいずれまたお知らせ申します。それだけ報告すると、ムクモト八太郎はまた足音を忍ばせて去っていった。果たして塾も姉妹も捜索された。その上妻までが奉行所で尋問されたという。それで大丈夫だということがあるだろうか。いや、大丈夫なはずはない。ムクモトなどには察しのつかぬところで何かしら抜き差しならぬ手段が巡らされているのだ。まして坂下門にそのような出来事があったとすればなおさらである。だが、いずれにしても次の報告で何かわかるだろう。純蔵は闇を手探りで行くような落ち着かぬ気持ちでそれからの日夜を過ごした。季節は5月に入り、空気のよどむ狭い牢内は日に日に蒸し暑くなった。午後に雷雨があって、その名残の雨がそのまま降り続いているある夜、やはり同じ時刻に牢を訪れる者があった。待ちかねていた純蔵はすぐに戸口へ身をすり寄せた。ムクモトか。そう呼びかけると、ささやくように、林徳蔵でございます。という返事が聞こえた。四。ムクモトは堀に追われていますので、身を隠しました。それで私が代わりに参ったのです。何か変わったことでもあったのか。いいえ、安藤閣老が老中を免ぜられまして、事情はかえって良くなってまいりました。対馬の神が辞めたか。純蔵は確かめるように反問しながら、ふと目の前に激しい時代の動きを見るような気がした。先生のお体も、まもなく釈放の運びになるであろうと、マセ様のご伝言でございます。だが、徳蔵、小梅の家を捜索したとき、ばくりは書類を押収したであろう。奥も奉行所へ勘問されたというではないか。それでも大丈夫だというのか。はい、すべて奥様のおかげで。言いさして徳蔵はふと声を飲んだ。
そしてどうしたのだと二度まで促されて、これは固く口外を禁じられているのだがと断った上、感動を抑えた小姉で静かに言った。あの日、先生が藩邸へおいでになり、藤吉だけ戻ってまいりまして、大切な御用で三四日お屋敷にお泊まりだと申しますと、奥様はどうおぼしめしたものか、すぐに書斎へおいでになりました。そしてめぼしい文書をすっかり始末なすったのです。奥が文書の始末をした？私は理由がわかりませんので、はじめはお止め申しました。書斎のことは私が受けたまわっておりますからと、しかし奥様は私の手を振り切って、もし間違ったら自分が自害してお詫びをすると仰せになり、重要だと思える書類は一遍も余さず焼き捨てておしまいになったのです。聞いている純蔵の目に、その時ふっと妻の姿が浮かんできた。苦労を知らぬのどかな様子でしきりに横笛を吹いている姿が。それから二刻ほど経って町奉行の役人が家内の捜索に参ったのです。徳蔵はその時の驚愕を思い出すのであろう。立然とした調子でそう続けた。牧子が奉行所へ召喚されたのは2月だった。その時も彼女は落ち着いた様で、夫の仕事については塵ほどのことも知らない。それに自分は近頃笛の稽古に夢中で、どんな褒客があるかさえ気づいたことはない。そう言って微笑するだけだった。平常通りおっとりとしたいかにも和やかな態度で、割りびれたところはみじんも見えなかった。その様子で役人はすっかり嫌疑を晴らしたのである。すべて奥様のおかげです。書類の始末はもとより、審問の時の応対のなされ方ですべてが決まったのだと思います。先生に申し上げてはならぬと、固く仰せでしたが、申し上げずにはいられませんでした。奥様へはどうぞそのおつもりで、おいでを願います。純蔵はもう聞いてはいなかった。彼の胸は生まれて初めて感動に大きく波打っていた。妻は何もかも知っていたのだ。育ちが違う、苦労を知らぬ、気楽者だ。そう思っていた妻の本当の姿が初めて分かったのである。夫が突然藩邸に数日泊まると聞いて、すぐ重要文書の始末をしたのは偶然かもしれないけれども、常々の緻密な注意がなかったら、そういう偶然さえありえなかったであろう。日常おっとりとして何にも苦労のないように見えながら、実は牧子の神経は夫の生活のどんな隅々までも行き渡っていたのだ。そう思ってみれば、あの笛もただの慰みではなかったかもしれぬ。客が来て重要な話になると笛を吹く。それは密談の様子を外へ漏らすまいとしたためではないか。そうだ。と純蔵は大きくうなずいた。いつも同じ曲ばかり吹いて少しも進歩しなかったのは、上達するのが目的ではなかった。密談を外へ漏らさないために笛を吹いている。
俺は気づかなかった。お前がそのような妻でいてくれたとは、今日まで考えてみようともしなかった。笛の小言を聞いたときは、さぞ、少子であったろう。許してくれ。気性の激しいだけ余計に、純蔵の受けた感銘は大きかった。そして、女の力が男には気づきにくいところで、どのような働きをしているか、またその力の正しいか否かが男にとってどれほど大きく影響するかということを初めて身にしみるほど理解したのである。マキコ。彼はもう一度心で呼びかけた。闇の空に思い浮かぶのはしかしやはりいつものたおやかな、暖かい微笑をたたえた、妻の面影であった。